文化放送おはようございます武田哲也ですおはようございます水谷香菜ですいろいろね何を出そうか考えるんですけども、はい、こんなのはどうかなと7月も福岡に行ってきたんでね地方っていうので東京を見てみるという、はあ これはもちろん、あのー、叩き台がございまして、藤波匠さん、日経プレミアシリーズ、人口減が地方を強くするという。まあ、まな板の上に置きますタイトルとしては、流れは次第に。こんなタイトルを。ちょっとお聞きいただけますかねこれ私どものデビューアルバムの一曲でございますが、流れは次第にというフォークソングがあるんでございます。 あなたはその川の表ばっかりを見てるけどもでも川底ではもう変化が起こっていて、うん、実はあなたのイカダを動かしてるのは表面の水じゃなくて川底の水なんだっていう<ー>何が言いたかったかっていうと、はい、東京みたいな大きい流れを突き動かしてるのは地方の流れだぜっていうそれをその時代に作ったってすごいですねそうそう僕たちそれしかなかったから財産が<ー>、うん、でもすごいあのー、博多座ではい。 かなり見,見に来てくれたじゃないですか。そう、伺いました。はい。はい、感謝してますけど。あん中で、ちょっと至らんことをポロッと喋っちゃったんですけど、半分勢いもあるから、不安の人許してね。<え>あのね、ある会にお客さんに向かってね、福岡県はライバルが多くてね、僕らも大変でしたと。うん、井上陽水はいるわ、チューリップ、財津さんという、そのメロディーメーカー、天才的な人がいるしね、ね<え>本当に僕らどこで個性を発揮していいか。でも僕いつも思ってた、 井上陽水さんは福岡県に生まれなくても夢の中には作ってる、うん、だから財津さんは福岡県に生まれなくても心の旅は作ってる彼らはやっぱりそういうシンガーなんだと、はい、でも私は福岡県に生まれてなかったらここに立ってない 母に続げるバラードは福岡県の下町に生まれないと作れない歌です。あいや、今回のライブのトークを私聞いて、<ー>哲也さん、いつも以上に福岡愛を、ちょっと、発揮してるなと思ったんですよ。うん、いや、年取っていくると、だんだん、見る目が変わってくんですよ。はい、やっぱなんか自分が墓作りたい、中う、そこの地面の方から見ちゃうのかな、全体をな。でね、あの、私、7月だったでしょはい。ことさら思ったのはね、 だんだん地方で東京のテレビ見てるとね、腹立ってくんなよ。腹立つうん。はい、小池だろうが誰だろうがね、<laughs> あんだけ番組全体でね、都知事を決めるのにね、うん、全国放送を大いばりで流すっていうのは、う東京の思い上がりじゃねえかっていうね。はい。申し訳ないんですけど、少し都知事都知事って騒ぎすぎだよね。 それをね、福岡で見てるとね、だんだん腹立っていくん。はあ、それから、はい、平然と東京の天気を話題にしますね。<laughs> あ、そうですか赤坂屋今って、うるせえ <laughs> 博多だよ、俺は <laughs> そうかね、そのまま逃れてるんですね。うん、<ー>でね、自分は東京でね、生活してるくせに、地方に長期出張行ってるからつっ,って、急にお前、博多帰りしたのかって言われるかもしれないけど、うん あの、あんまりこう、東京東京って言うっていうのがね。まあ、そんな感じなんです。はい、最近ちょっと福岡の方にレギュラーができたりしたもんだから、はい、福岡帰りがしばしば重なるようになって、その、今週三枚おろしのネタあたりに大きく影響してるんですね。はい、で、私、この人口減が地方を強くするという藤波さんのこの一冊、これ、福井モデルに続く、いささか固めの地方論ではないかと。うん で福井モデルってショックだったんですよ。はい、日本で一番幸せな県は福井ですっていうね。これはたじろぐよね。うん、幸せ度が高いんですよ、ね。うん、うん、で、腰帯の宣伝文句。これが本屋さんで目に刺さりまして。腰帯は、福岡は東京よりも若者が多い。そうなんですよ。とんちんかに聞こえる皆さん。だけどね、福岡行ってください。圧倒的に福岡の街、特に盛り場はね、 若者が多いんですよ。はい、で、若者の鮮度っていうのが、東京の若者より鮮度がいいんだわな。鮮度なんですかね。なんかね、その年齢じゃない鮮度っていうのが。まあ、何かは違うんですけど。なんか感じるだろう。はい。鮮度。鮮度が違うのか <laughs> 鮮度ってい言い方おかしいんだけど。<ー>で、かつては小さな視点ばかりが多かった我がふるさと福岡なんですが、 全く私の知らない別の風が福岡で立ち起こっているようなそんな気がいたしましてページを開いたのが人口減が地方を強くするつまり流れがゆっくり変わりつつあるのではないかという提案なんでございますね、はい、さあオープニングでございます明日から本題に入りたいと思います武田鉄矢今朝の三枚おろし おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。地方消滅という、これ流行り4文字熟語にもなりましたが、地方が滅びつつある。しかし、本当だろうかという意見が、この藤波拓海さんの人口減が地方を強くするという一冊なんですね。はい、違う見方もあると。地方については、この著者が言ってるんですよ。藤波さんが。細やかに見れば、今、 地方の軍部、田園の若者たちは、県庁所在地の都市部へ流れ込んでいるんだって。うんこの流入の最も激しい地方都市の代表が、仙台と福岡ほ<う>え。東京が地方の若者を吸い上げて一極集中が問題にされているが、東京ほどではないにしろ、若者流入は、金沢、甲府でも起こっている。だから、仙台、福岡、金沢、甲府。 こういうところはどん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 若い人が増えているんですって今。はい。金沢なんか行ったことない金沢ちっちゃい頃にしか行ったことないですね。最近はないです。いいぞ<ー>ここがまたチャームなのよチャームなんですね。チャームなのよ。それで、あの、な、なんだろうな、昔の赤レンガの市役所かなんかがレストランになってて、<ー>それが、 あの、金沢城の近くにあって、はい、そこにふっと入るとね、県六園と込みでいいんだ。はい。いきます。地方創生論はなる、えー、なるべく高齢者に対して地方移住を促しておりますね。年寄りは、田舎行け !60 歳前後で U ターン、軍部へという人も確かにある。しかしこの移住は、若者の10分の1以下。 また、定年退職後、実家へ帰る60代はさらに少なく、75歳以上では地方ではなく、都市へ移動してる。うん、例外は沖縄県のみ。地方の介護、生活サービスへの不安が、老人を都市部へと旅立たせているようだと。地方移住は男性に魅力的で、これは本当だね。 地方移住は男性に魅力的で、はいうん、女性には不安、不満の対象。はい、60歳でのその夫婦の真意は真逆。うん、父ちゃんは田舎へ行きたがる。はい、母ちゃんは町へ行きたがる。うもうこれ我が家です。うん、ああ、そうですかもう大喧嘩ですね、いつも。この件なって。お<ー>ちょっとでも私はそのことを口走ろうもんなら。お<ー>まあ我が家の具体例ですけども。 私ちょっと里五をついてきてね、はい、福岡は帰るためにこの辺りに南の国からみたいな住み方ができないはーあーああああみたいなできないから <laughs> それがよくわかんない、ね、憧れがあるじゃんよ、はい、<laughs> 福岡いいとこあんのよつい住みたくなるようなう、えー、母ちゃんはなんでなんであなたを男として選んだか、えー、それはこの田舎から救ってくれるのはあなたしかいなかった あ、そういう関係性で結ばれたんですね。うん、<laughs> <laughs> そうか。うちの母ちゃんはまた熊本のスイカ畑しか広がってないようなところなんで、えー、そこを行き来するうちに、うも,うものすごく激しく、都会への憧れが、そこに私が、挑発の私が現れたんですな。せつこさんって言いながらね。<laughs> まんまと罠に引っかかりました。本当に。 えー、三大都市圏が人口を吸い取ったのはオイルショック1970年代まで。今、名古屋、大阪圏への流入はほとんど止まった。はあ、この辺はちょっと読んでびっくりしましたね。はあ、これに対して1972年から2010年まで、福岡は1.7万人、札幌は1.3万人、波はあるものの確実に年間7000人以上の転入超過、人が流れ込んでる。 これはもう福岡に帰ると本当にわかります。もう昔の福岡の街の外れと思ったところが巨大な商業地になったり、巨大な住宅地になったりしてる。仙台もこれに続き2800人以上。すごいもんですよ。10万人の東京に比べようもないが、これら中小都市は膨らみ続けている。 政治は東京の過剰を鳴らすべく政策として地方創生。これしきりに言いますね。戦略を打ち出している。お金あげるから地方に住みな、みたいなことを言い始めている。また、低所得者で暮らせる等を歌い文句にしているが、農業所得平均は132万円に過ぎず、年間500万円を得ているのはわずか12%の農家に過ぎない。農業厳しいすなしかし地方は 低所得とは限らないのも事実。なんだこれ。あ、かっこして前に3万円に下ろしたが、総務省によれば、あ、そうそう、これだ。北陸地方の世帯所得は、のきなみ高く、特に福井は所得で東京を上回っている。これは、あの、あれですよ。じいちゃんも働く、父ちゃんも働くということでですよ。はい、3世代同居ですからね。はい、だからそういう意味で、豊かさという、 ことを考えると、政治を待たずして、独自の幸せを目指す市町村が日本にぽつりぽつりぽつりと灯り始めているという。はい、この続きまた明日のマネジャーの上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。私、あの、地方移住の番組を担当してるんですけれども、ラジオで、若い人の移住が今、めちゃめちゃ増えてるっていうのが、感じてるので、あ、なるほどなと思って。これはね、あの、目撃するとハッとするんですよ、皆さん。はい、あの、どうも、自分が思ってた枠組みと違うパラダイムが、 うん、別の枠組みが日本の中で進行しつつあるんじゃないか。はい、かテレビ番組も今、あの、地方へ移住する物語で、1から10までとかね。あるんですかそれから、二人の楽園つって、定年退職後のご夫婦が、うもう本当に、あの、黄昏流星群じゃないですけど、うん、地方へ行って小さな喫茶店を始めるとかっていう、西田さんの番組なんかが、割と視聴率がいいんですよね。はい、なんか、そんなこと考えると、 ちょっとこう人間の暮らしの見方がね、で、移住者流入のため地方で独自の道を進むというのが市町村でものすごく今色々増えてるんですって。福島県、日本松の東和地区でいいのかなこう,う読み方。東の和、あの、なごみって書く和ですけども。東和地区では移住収納者に対して有機農業を指導するんですって。で、一年間教えてくれるんですって。うん で、二年目、住宅農地を提供され、収穫物の販路についても紹介する。それでも農業のみで生活するのが苦しい場合は、農管期のアルバイト、バイトまで、役所が、就労先を紹介して、流入の人を増やしているという。はい、えから、あ徳島の南町、えー、いざり漁港という、これ漁港ですね。え、人口わずか100人ながら、 親子一緒の留学移住を進め、漁師を目指すものがあれば、漁船の乗船、から魚を取る方法の指導、そこからさらに定住を決意した場合は、すごいね、これ。アワビとイセエビの漁業権をもらえるんですって。随分手厚いですね。これはね、もう漁師にとって重大な漁業権を切り分けても、町を 大きくしようって決意がイザリー漁港はみなぎってるんですってねこれなんと流入者が数人いたおかげで調律の小学校は維持できてるんですってだから移住流入のためあの必要なものは実は補助金ではなくて仕事なのであるとはいさんは福岡どうでした楽しいし<あ>揺るぎない文化があるところがすごいなって思ってま,まだあれだか あ、あの、山賀さんの時か。あ,あ、終わった前回の時ですね。前回の時はちょうどその頃でしたけど、今回は終わってました。もう、あの、そんなんあったらお前もう東京から出て行けって、東京の人から言われそうですが、うん、えっ、はい、と、十運日が、あの、追山。 競争する日なんですけど、ええはい、それまで一週間ぐらい男たちは、あの、締め込み、ね、ふんどし一つで、お尻丸出して、毎日かけて、足腰鳴らしていくのね。はいはい、あ、そうなんうん、その中でね、あの、山の担ぎの練習日があるわけ。昼間それやるんだけど。だ、はい。はい、だジーンと来たのは、その、山笠を、あの、の祭りをものすごく大事にしてた、とある方が亡くなられたんだろうね。はい 練習してる山がね、止まるの。<ん>その、亡くなった人の家の前で。<ー>走ってきた山が突然急ブレーキかけて止まるの。はい、で、山が一旦置かれると、はい、あの、台の上の人、山、山の上に乗っかってる長老が、はい、なんと、祝いめでたを歌うのよ。祝いめでた祝いめでたって、めでたい時にしか<い>歌ってはいけない歌っていうのがあるのよ。はい 岩井めでたの若松様よ、枝も栄えりゃ、葉も茂る。うん、ええー、いいっしょえ、えー、いしょえー。山が左右に若い人が揺らしながら、霊を弔うの。う500人ぐらいの人たちがね、ビルの谷まで、この岩井めでたを歌うとね、うん、もうなんかね、古代、古代の人の弔いシーンを見てるようでね。うん、ほんで、 あの、手締めやるの。<ー>よもう一つ、博多一本締めっての。はい、<laughs> で、その、亡くなられた黒縁の写真をに、今年の夏の山笠の山を見せてあげて、突然、<laughs> いやーって担ぎ上げて、嵐のように去って行くのよ。<laughs> すごい光景ですね。それだけ。いや、でも締めっぽくなくていいですね。いいんだ。かっこいい。 弔うのに祝い目出たの、うん、若松様よ。いやーすごい。いいと思わないはい。それって涙出てさ<ー>、博多の後輩がいてさ、ちっちゃい子で、武田さんよっかろうが、俺たちは死んでも誇言してもらえるというそうですよね。あれが楽しみって言いながら、何もじいさんやばあさんが死んでったっていうのよ。それでもすごい幸せなことですね。いいよなその、<ー>供養のお経もありがたいだろうけど、 死して聞く、祝いめでたの若松様よってのは、値打ちあるなあいい文化ですね。うん、この次また明日のマナーの上で。武田哲也、今朝の三枚おろし。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。地方の問題について考えるというわけでございますですね。この番組も、たくさんの地方の方に聞いていただいております。東京のほか、二大都市日本にありますですね。 大阪県と名古屋県。これあの、大阪、名古屋、ということではありませんよ。あの、お、大阪というエリアですな。だから、はい、奈良とか和歌山も入っているという大阪県。そして、名古屋県。岐阜とか、三重とかも入っている名古屋県というね。ここもついに、人口減少なんですって。うん、大阪は2000年で1850万人。 えと、これは大阪県、近畿県ということなんで、はい、そんな風に人口をカウントしてくださいね。大阪県。2014年には13万人減ってるんですって。うん、名古屋県は、えー、2008年がピークで1140万人。2014年,、えー、14年で5万人減少。地方消滅という危機感は地方の問題でなく実は こういう大阪や名古屋という都市部へも迫りつつあるという。ここで何が問題かというと、両都市とも人口減少に対して機械化を図っているため、人件費は安くなりつつあるものの、機械化は業種を限定するため、ものづくりの応用力がぐんぐん落ちていく。なるほどね。そういう危険性が大阪、名古屋県では出てきているそうであります。 高い技術を持つ高齢者も追われるように去っていく。ここでの道はこの人たちを他の地方で活用する流動性、移住の拡大こそ求められる。人口が減少するならば、人が2つ3つの街に住むライフスタイルもあるだろう。確かに新幹線が重要に行くかう日本ではこのライフスタイルは可能かもしれない。から、名古屋限定とか大阪限定、その県内に留まらないと仕事がなくなると思いますと、 パワーそのものが、ものづくりのパワーそのものが落ちていくんですって。はい、なんか、新幹線がこれだけ便利になったわけでありますから、なんかこの手の技術者の人たちがプールできる別個の街、あるいはその二つか三つぐらいの街を行き来するというような、そういう通勤が可能になれば、もうちょっとこう日本でその技術を活かすことができるんじゃないかなと。あの、白物家電の 中国への流出ですね。これはもう、ほとんどこれ、日本人の技術者が支えてるんですってよ。えー、それから、大阪はやっぱりシャープですよね。うん、ま、まことにもったいなくはあるんですけども。変化はとにかくゆっくり始まっています。例えば農業。決して助成金にすがりつく滅びゆく産業ではなくて、また後継者のない産業でもありません。 零細だった農地集約は進み、水田について今ゆっくり、あの、各農家さんが農地を増やしてるんですって、はい。で、ちょっと前の1.5倍ぐらい。これは離農者、から放棄水田等々の問題を抱えても、それらに新規参入の人がゆっくり増えていると。明治以来人口と逆に減り続けている農業人だったがここにいたり、人口が減ると農業人が増え始めたのである。 新規参入は過去4年間で、これ、スケール小さいですよ。でも、1730人から3660人に倍増してるんです。だから、やっぱり、農業に見せられる人っていうのは、ゆっくり増えてるんですな。はい、頑張ってほしいですね。これやっぱり、Tokyo の力とかあるんでしょうね。ああ、そうですね。Tokyo のやっぱ農業ものって見ますよ、<ー>私。やってみたいと思う人多いでしょうね、うあれ見て。でもジャニーズもね、やっぱり有能な人材育っておりますですよね。<laughs> えー、それから、 違った業種に活路を見出すという、これ葉っぱビジネス。これ番組でもやりましたね。はいはい、四国、徳島の植え活町、日本料理の飾り物、その日本のシェア70%をこの植え活町は独占しております。はい、ばあちゃんたちは山の急斜面の畑、樹木320種に携帯端末で横のつながりをしっかりして、何が今売れるかということを朝出すともう夕方は収入になって、 入ってくるといはい。なんとこのばあちゃんたちの年収、すごいですね。年間で1000万超えたんですよ。うわすごいなばあちゃんたち。ええー。第三セクター、彩りがこのばあちゃんたちを引き連れて研修し、司教情報の提供なども担っている。しかも、ウェカツは若い移住者も今、受け入れてるそうです。で、彩りという会社があるんでありますけれども、第三セクター。その従業員、事務方として、若い人を入れて、 ばあちゃんたちが、ジムで飯が食える反面、やがてばあちゃんたちが亡くなった場合は、その後の技術者として、若い人たちを補填していくという、そういう定住化が、こう、推進されているそうでありまして、その、横石さんという方いらっしゃいますけどね、絶対に町が生き残るために、よそ者は必要ですと。よそ者がいないと町というのは滅びていくんですと。いいですね。 岡山県の笠岡。こういったね。歌うたいで。えー、あこれ明日紹介しましょうね。はい、これなかなかね、びっくりするような実験が行われてるんでございます、ね。今度次また明日のの上で武田哲也今朝の三枚ろし おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。地方消滅というような、こう、不安材料のある四文字軸語が、日本のやっぱ社会の中で、あるいは出版界で随分暴れ回りました。しかし、え、それは本当なのだろうかと。本当に地方は消滅する危機にあるのだろうかということで、真逆のことを藤波匠美さんという日経プレミアムシリーズで、おのが意見をおっしゃっております。あの、つい話が、 あの、我が故郷になってしまうんですが、ちょっとエコひいきとかって思わないでくださいね。私自身も、こんなにいい街になるとは思わなかったんですよ。はい。そのことの悔いが、今、三枚おろしてこの手のことを。あおね、も福岡がね、もう昔ね、大学生の頃、はい、こんな田舎町にいたんじゃ、俺はダメになるとどっかで思ったところがあるんですよね。福岡が だって田舎だったもん。今は考えられないですけどね。それがさ、<ー>もう全く別の街よ、今。俺、あの、ちょっと色々思いがあって、博多座の成功を祈って、お祈りした神社が、はい、なんか知んねえけど、神がかってうまくいったもんだから、はい、最後の日、そこにお礼参りで、<ー>お礼言いに行ったのよ。そ、はい、したら、階段の途中でさ、そこの神社さん、 映画の撮影やっててさ、はい、拝みに行けないのよ。あ、はい、撮影が邪魔してて。<laughs> はい、でも、こっち同業だからさ、<laughs> あんまりこう無、無限にできないから、止める人がね、<laughs> ちょっと待ってくださいとかって言うから、<laughs> はいはい、いいよ、つって、しばらく止められてたね。<laughs> フランキーさん フランキーさんみたいな人がいたな。えフランキーさんどのフランキーさんですかえリリー・フランキーさんリリー・フランキーさん。あ、リリーフランキー、酒井さんじゃなくて。そうそう。リリー・フランキーさんね。はいはいはい。お前神社にはフランキーさんがいたらお前、化け物じゃねえかよ。生きてる方のフランキーフランキーさん。はなんかやっぱそういう青春映画撮ってらしたんです。なんでしょうね。うん。溜まるだけ溜まった、その、 参拝会のお客が止められてるわけ、えー、撮影で。えー、で、やっとなんか撮影がちょっとワンカット終わったみたいで、えー、どうぞ急いでくださいとかって言われてんだけど、えー、そこ俺通りかかったもんだから、ちょっと写真一番かですかっそうですよああえー。そんで、肩組んで写真撮ってたのよ。<laughs> それが、そういうのを撮りたくなるポイントなの。<ー>ほら、例の。嵐が行って大騒ぎになった。鳥居の向こう側に夕日が沈むっていう、光の道っていう神社。 こんなのがあったんですかあ、君知らないんだ知らないんです、ごめんなさい。これは今大ブームになって、ね。えー、そうなんだ。うん。はあ、鳥居の向こう側に夕日が沈むの。あ,あの、春分の日に。へぇ<ー>春分、秋分の日はそこに。<ー>で、そこで、山道が太陽の一直線で。<わ>みんな夕暮れぐらいに行きたがるわけ、そこへ。<ー>そこで一枚写真撮ってくれっ、つってさ。 ああ撮影、こっちが始まっちゃってさ。<laughs> 俺武竹田鉄よみたいな。そうあんまり迷惑かけちゃいけないんで、<laughs> 早めに。<laughs> はい、だけど、地方の名所みたいなのが、人も簡単にブームになるんだなんさあ、ちょっと昨日言いかけましたけど、岡山県笠岡、笠岡諸島。これ、瀬戸内海にいくつもの島が並んでおります。ここはね、笠岡島づくり会社という。 NPO 法人立ち上げまして、島7つ、合わせて人口1954人、高齢化率66%に対して、ここの、その NPO が、ものすごく頑張っていろいろ考えた。何を考えたかっていうと、デイサービス、バス、えー、から、買い物支援、特産品の開発、保育園、空き家、観光プロモーション等々を、 一手に担いまして、はい、若い人を呼び込み始めた。うん、これがね、うまくいってるらしいんです。はい。あの、あの、バラバラにやってしまうと人数ばかりかかっているところを、一つの団体が全部受け合うもんで、デイサービス、がバス、か買い物支援ね、うん、特産品の開発、保育園、空き家、観光プロモーション、それを、 数人の、その、中年のおっさんたちが一点になったら、結構うまいこと回転し始めて、ゆっくり人口もという、小さい試みではありますけども、この小さいところから、やっぱり大きな流れが、もしかすると、あの、始まるのかもしれないというふうに思うんですな。えから、四国の四万都市。これも私行ったことありますけど、本当にあの四国の果ての果てなんですよ。ここは、ガソリンスタンドがないんですって。 <ん>ガソリンスタンドが、経営がもううまくいかずに撤退したんですって。え、だって車はいっぱいあるよね。そうそうそう、田舎だからもう、本当に死活問題だよね。はいはい、で、何をやったかというと、全住民が自分で出資して、会社を作っちゃったんですって。<ー>それでやったのがガソリンスタンドの経営から始めたんですって。はあ、これがうまくいったんですって。つまり、 行政にすがりついて、助けてじゃなくて、住んでる住民自らが立ち上がると、うまく行くんだという、そういう例を残してくれているというね。日本の街のささやかな運動、そういうものが、街づくり、村づくり、あるいは市、県の単位で、うまく回転し始めたというところがあるということで、来週もまた、ああ、このネタで頑張ってみたいと思います。この次また、来週のまな板の上で。